ウッドデッキ Q&A。 ウッドデッキの手すりに布団を干しても大丈夫？一級建築士のよっちゃんです。社長のカリアです。二人で疑問にお答えします。製品のウッドデッキの手すりは物を干せないといつも聞いていますが、このウッドデッキはとても頑丈そうなのでお布団を干せそうですよね。はい、この、デッキの基礎の部分と上の手すりの柱の部分がつながってるでしょ。ですから、一本になっているので、ものすごく丈夫なんですね。ですからここに布団を干しても、まあ、人が乗っても全然、びくともしないような、そういう強い作りにできてるんです。で、他のところのデッキはこの床の部分で手すりの柱と床下の柱がつながってませんから弱いんです。ご視聴ありがとうございました。たくさんの施工事例がございますので、ガーデンリノベーションのサイトを PC は左上、スマホは右上のバナーをクリックしてご覧ください。ホームページのアドレスはこちらです。hastings-classic.com で検索してください。フリーダイヤル0120-041301。お電話お待ちしております。